はい、皆さんこんにちは。マリオメーカーの実況プレイを投稿している、たとみと申します。本日も、ジェシコさんのステージを、遊んでいきたいんですが、今日はね、ワールド6から始まるんですけれども、この数ってさ、今右の方にさ、ワールドの数7ってあるんですけど、これワールド7まであるっていうことでいいんだよね、多分。そしたらあと、なんだろう、2ワールドやれば、もうこれで完全に終わるってことなんだよね、きっと。ということで、あと、多分、お送りするのは、2回だと思うので、また、よろし、本日、ワールド6を進めていきますので、よろしくお願いいたします。あとね、なんか、最近、デジコさんまた、私のためかわからないんですけど、なんか新しいアカウントで、ワールドを作ってくれてるみたいなので、また、紹介するとしたら、HH 実行さんのステージになると思います。あと2回か。頑張らんとな。なんか、今回はこれあれなのかな。このワールド6、宇宙でいいのかわかんないんだけど、宇宙ってことでいいんだよね、きっと。で、これ、なんだろう、最初、キノピオの家行けるってことだよね。あー、ちょっと、これもあれか、選べるんだ、今回。あ、そういうあれかな。じゃあ、上から、あ、下からやっていこうかな。下から順に。極上マリディウス、笑いの神は空にいる？どういうこと？あ、わわわ、宇宙だ、ほんま宇宙だ。ほんま宇宙ですよ、皆さん。てか、よいしょ。シューティングですね、これは。これはシューティングだ。よいしょ、これ、壊せるな。よし。うわぁ、ちょっと待って。花ちゃん、先に、花ちゃんじゃない。パックンを先に倒しとけばよかったな。ういしょ。うわ、なんか上にすごいフラワーがいっぱいある。ちょっと待って。これ、イライラ棒みたいなのが、ね、いけばいいんだな。よいしょ。いけー。あ、そうか。フラワー状態取った状態だと、ちょっと強くなってんだ。シューティングの強さが。あ、これはすごいんだけど。よいしょ。これ、強スクだから。運悪いと、自分挟まれてしまうな。これ、こっちからでいいんだよね。あー、しまった。こっち。反対方向で撃ってた。よいしょ。すげえな、クリボーが浮いてる。さすが宇宙空間。よいしょー。あ、いかん。あ、これ早く行かないと。あ、あー、かん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 。よいしょ。あー、怖い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 。あー、しかもどうすんの、上から来る怖い。あ、これはもう、あ、でも、まだ、あるぞ、救済措置が。よしよしよし、これ、早く行かないと、早く行かないと。これ、ホーミングってさ、なんだろう、倒せないよね。あ、どうしよう、これ。これ、降りていいのか？降りますよ。よいしょ、降りますよ。あ、あ、もしかして、右の方なんか隠しブロックあったかな。よし。うわー、浮いてる、浮いてる。マリオもついに宇宙へ来た。マリオギャラクシーの音楽ですよね、これ。なんだっけ、ウィンドガーデンだっけ？よいしょ。ウィンドガーデンの音楽、なかなか私好きですよ。ただ、この音楽ってさ、あれなんだよね。ニンテンドの挑戦みたいな感じ。ちょっとこれ、大丈夫か？これ大丈夫か？大丈夫か？これボスやな。これボスね。こ、いててててて。いてないいてないいてないいて。ちょっと待って。なんか、ボム兵投げてきたよ。あかん。これは私死ぬわ。うわ、いっぱい死んでる人いる。よし。もう一回。もう一回遊ぶ。よし。うん。でね、ウィンドガーデンの曲ってさ、なんていうの、ニンテンドーの挑戦的な感じで、なんかマスターオブギャラクシーで使われた曲なので、もう、なんていうの、最後だから、頑張ってね、的な、あれなんですよね。とにかく。よいしょ。
今までは、マリオ・ギャラクシーをやってきた人なら、もうクリアできるっしょみたいな、そんなもんなんですよね。てか、ちょっと待って、これ。あ、よし、倒した、クッパ倒したぞ。おー、まだ、油断はならぬ。ちょっと待って、メリちゃん見えない。ちょっと待って、メリちゃんが見えなくて。よいしょ。メリちゃん見えません。今日もメリちょっと話してるからね。よいしょ。ほい。よし、メリちゃんをちょっと、避難させよう。ああ、ちょっとメリちゃん、大事なプレステ2を踏み台にしないで。おぉ、よいしょ。お、1アップですか。よいしょ。わし。よこしょ。クリアじゃないですか。意外に優しかった。クッパがちょっと強かったぐらいかな、ここのステージ。でも楽しかったですね、こういうシューティングとか。なかなか良かったっす。よいしょ。次は森夜のメッドフォレスト大探検。お、フォレスト寄せってことか。違うか。フォレストってどういう意味だっけな。なんだあれは。下になんか、なんだろうね。なんかメッドがなんかウキウキしてるけど。どういうこと？どういうこと？上行けって？上行くのはいいけど、下は何もないんかね？なんかメット気になるんですけど、私。あればいいのかな？ちょっと行ってみようか。下もなんか行けるみたいだね。下もなんか矢印あるし。あ、こっちどっちでもいいってことかな？ちょっと食らっちゃったけど。よいしょ。こっち行ってみましょうか。せっかくだからな。よいしょ。いけね。よし、いけた。お、なんだ、なんだ。バラが。バラは。あ、やば。ちょっと。なんか、食われそう。はい、食われますよね。ひどいって言ってもな。これあれだよね。踏んで、道を作るのかな。あれ。これは、ああ、びっくりした。あいつどうなんのかなと思ったら、ちゃんと撤去、退去してくれた。おいしょい。よし、おっと。待てーよ。こっち何があるの？イエーイイエーイ、なんか音符が出てるね。イエーイイエーイ。ちょっと待ってな。あっちが気になりますよ。わいしょい。で、何があんの？あ、コインか。なるほど、コインか。あれ、でもさ、下も気になるね。気になりますよ。わっしょい。下何があるのかな。あ、これは、コインか。いや、違う。これ、下行けないもんね。ちょっとこっち行ってみましょうか。なるほど。これは、何だろう。よいしょ。わお、宇宙空間。メットが宇宙空間で、暴れとる。あ、なんかメットのあれ、被り物を被ってるよ。なんかあんのかな。あ、危ない。ちょっと今、予想外ですよ。予想外、怖い。あれ、どっちでもよかったのかな。左と上、どっちなんだろう。あ、危ない。これ絶対、あれじゃん。攻撃当たっちゃう。あ、よし。
よしよしだけどさ、よいしょ。ん、こっち何があんの？あ、ちょっと待ってね。あ、さっきのとこじゃん。あ、ちょうどいいからあれを見てこよう。よいしょ、これよし持っていけるかな。よいしょ、いけたぞ。あっちの方行ってなかったからね。解放してるからメットくんが普通に、よいしょ。これっち行ってなかったからね、私ちょっと気になってます。おっこいしょ。あ、いかん、それはいかん。わーい、あとよしーくん、よしーくん、よし、よしーを確保。こっち行くと何もない。あ、でも、なんか上行って、上じゃない。下行ってくださいマークかな。お、プロペラマリオ。プロペラマリオ。で、こっち行くと戻っちゃうから。じゃあ、こっち行ってみましょうか。お。よし、これで道は開けますか？でも大丈夫なのかな。あ、なんかいるね。あー、でもあそこブロックが動いてるだけか。うん、あとはもういいんだな。よし、ここ解放できたってことでいいのかな。いわば多分、下行って、あ、これはあれか、またボム兵を、あ、じゃなかった、あのブラックってか、これ大丈夫、頭、マリオ当たんないかな。あ、当たんない、よかった。下行くのか、これは。下、ちょっと待ってな、上は何があるんだろう。おっしょい。あ、メリちゃん見えません。あなたの頭でちょうどメットが隠れて、しまった、ここめ、ここ、これでできるかな、できないか、じゃあない。ちょっとメリちゃん、倒せま、あの、見させませんよ、あって、やんないで。ここにいて、ここ、ここ、ここ。あ、また、コントローラーが。よいしょ。よいしょ。わわわわわ、なんだなんだなんだ、トゲメットがいろんな意味で光栄。今だ、よし。んー、お、ここあれ、やっぱヨッシーがいないと通れない系か。あ、でもそうでもない。あ、いや、とりあえずヨッシーは持ってきて正解だったのかな。なんだなんだなんだ、わいわい、危ない、危ないよ。あ、よしは確保、絶対か。あ、終わっちゃった。なんかまだ行ってない場所あるのに。いえー、終わっちゃった。まあクリア、夜のメットフォレスト大探検クリアいたしました。うん、まだまだなんか見足りなかったけど、とりあえず、二つ目のステージ、無事クリアいたしました。あ、なんか道が続いてる。あ、ここであれなんだ。ボス城なんだ。なるほど。とりあえずじゃあ、三つ目のステージを遊びたいと思います。オンオフメット？誘導ゲーム、メットの正しい買い方。メット買うの？お、おお、なんかすごい。めっちゃ、なんか、増殖されてる。工場みたいだね、まるで。なんだこりゃ。あ、これまたあれ？一画面ステージってやつか。あれ？そんなこと書いてあった？ないよね。
とりあえずどういうことだ。まずこうしてこうしてこうこうしてこう。ちょっと待ってね。単純にあのプンプンブロックにメットを入れればいいのかな。とりあえずあいつを誘導させんとな。はい、じゃ。はい、でここは押さない。あ、やっぱりそうだ。プンプンブロック、プンプンブロックの中に、鍵がありましたね。あ、これあかんじゃん。かわいそうなメット、これ飼いならすってなんかいろんな意味でかわいそうやな、ほんと。よいしょ。おいや、落ちるなよ、絶対落ちるなよ。いや、これは落ちていいんだ。よいしょ。あ、これ大丈夫か。あそっか、ブラックパックンの動きをよく見てからあれは押さないといけないんだ。あ、ちょっと待って。あ、びっくりした。よし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 、おいしょ。よし、とりあえずあれはまだ押さないぞ。とりあえず今だ。あーん、あれかな、パックンが上上がる前に押すって感じかな。よし、おりゃ。よし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 、ここまでは順調ですね。よし、これだったら大丈夫だろう。あ、ギリギリ。これ押しとかないとな。今だ。これ、結構ギリギリ。よいしょ。よし。オッケーオッケー。ああ。このタイミングはドキドキや。あ、ひ、ふ、あ、ま、なんか。はい、ごめんなさい。家族の会話がまた入ってしまった。でも、このぐらいだったら大丈夫だな。よし、行きましょう。あ、しまった。しまった。メットちゃんがいてしまった。今日は家族クラブが多いな。おや、OK。あれ？これは、あ、いいんだな。あ、かわいそうすぎる。やば、ちょっと待て。うん、いや、来い、来い、今だ。いや、これ難しい。いけたかな？これいけたのかな？あ、大丈夫？え？え？え、そのタイミング、あ、そっか、そういうことか。はい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 、わかったよ。ちょっと待って、メリちゃん、すごい邪魔。尻尾で、めっちゃ画面が。あー、ダメ！イチゴはダメ！メリちゃん、イチゴダメ。ダメよー。ちょっと待って。もう、ちょっと最近さ、メリ、練乳の味を覚えたのか。結構ね、盗み癖が多いんですよね。よいしょ。あ、しまった、間違えちゃった。よし、行くぞー。今度こそ。これで OK だ。はっ、えっ、はっ、はい、これで OK。 よし、あとはあれだよな。
今だ。あれ？なんとなく分かったけど、あれタイミングやるってちょっと難しくね。なんとなく分かるんだよ。こうかな。よし、できた。よし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 。クリアした。よかった。おおほほ。グッジョブかな。GJ は。ああ、よかった。無事クリアできた。いやー、難しかったよ。よし、次は。これ、戦艦か？戦艦かな？マリオ3のですよね。出撃、メット飛行部隊。メットの優しさを添えて、ここメットに関してのあれなの。わ、マジか。メットや。メットが戦艦にいる。ああこれ、いいのかな、上で。お、メットが、いいのかな。おー。恐縮だからね。ちょっと、気をつけていかないと。でも、このメット、戦艦、あれだっけ？なんか、マリブラの戦艦でいいのかな？見た感じ。あ、これさ、ちょっと待って、あ！とりあえず、よいしょ。こっち進んでいいのかな？なんかこっちある？ないか。よし、行きましょう。ちょっと待ってね。どうして壁だよね。下は鍵があるね。下は鍵があるけど、とりあえず鍵どっかからもらってくるのかな。あ、コイン、あ、なるほど。コイン回収して鍵を出すってことか。なるほど。ちょっと、泡攻撃。あー、これは、どうすればいいんだ。どうすればいいんだ、これ。下かな？あ、鍵がある。でも、オンオフのスイッチ、どこにあるんでしょうね。ここ、こいつが隠してるとか。そうでもない。あれ？よいしょ。あ、ここは、あれだね。下？いや、違うな。あれかな、あのパックンって通り越せるの？いやー、どうなんでしょうか。ちょっと行ってみましょうか。あ、やっぱダメだよね。そんな、考えろ。ばっし。どっかからなんか持ってくるのか？いや、違うな。なんかあの靴はなんだ？別に靴は関係ないのかな？積んだ。こっちちょっと戻ってみますか。戻っても同じだったような気がするんだよな。いや、戻れないよな。そもそもに。どうしよう。考えよう。
このマリオ多分あれだよな、食らってもダメージ食らっても多分持てなかったような気がしたから、それともあれかな、おりゃー、どうにかすればいけんのか、いけねー。あ、ごめんなさい、私そういえばだけど今気がついた、もう赤コイン全部回収してたんだね。なんか気がつかなかった、ずっとねこのブラックパックにちょっとこだわりすぎてた。でもあれだよな、あれどうやって取るんだ、とりあえずここ行きますか。で、出た。ここ、こうして。あ、これでオンオフが切り替わるんだね。あ、なるほど。で、お、お。あ、びっくりだよ。びっくりだよ。ちょっと待って。あのね、偶然にメリちゃんがすごい変な位置にいて。あ、で、またここに戻ってくるのか。あー、登れない。あー、落ちてしまった。今の私の状況をね、皆さんに伝えればですが、私、立ちながらやってます。なんか、すごいメリちゃんがほんとテレビの位置にいるので、見づらいです。あれ？やっぱりここにたどり着いちゃう。どうしよう。あ、いいのか？なんか、この、こいつ誘導？あ、すげえ。わかったぞ。そうかそうか、この子利用してやっていくんだ。なるほど、なるほど。よく考えてんな。はい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 。早く落ちてこいよ。あれ？あ、いいのか。やったー。なるほど、なるほど。よく考えられてな。あ、で、靴が必要と。で、靴履けんの？あ、履けるんだ。デカマリオにこの靴はちょっと狭いんじゃないのって思ったけど。はーい。よし。これで鍵は3つ。っていうことは、あと2つで。あ、あと1つか。あと1つで。入り口が開く。と言いたいんですけど、どっちだっけな、どこ行けばいいんだっけな。あ、で、ここが開いてるんだ。はい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 。やったー、鍵やー。よし、で、どこだ？さっきのとこ行けばいいのかな？よいしょ、靴を脱いで、お靴を脱いだら、下へ行けばいいんだな。あ、なるほど。ここだ。よいしょ。わあ、めっちゃ、ボン、なんだろう。めっちゃいっぱい降ってる。ああ、やべえ、時間がない。時間がない。あ、しまった。食らってしまった。でももう時間がないんだ。よいしょ。時間がないときはもうね、みんな焦っちゃうんだ。なんだこれ。登っていけってことかな。おいしい。わ、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 わ。このめ、あれか、パタメットは、あれか。わ、わ、わ、わ。登っても、食らわないから、これをうまく、使って、おいし。いけねえよ。はい。頑張れ、私。あー、わあ、下には狂気がいる。あー、おうつ。はい。あーもう、あーもう、またやっちゃったよ。うわーい。あ、これはあかん。頑張れ、焦るな。下を通っていこう。こういう時は下を通る。これが正しい。よし、行くぞ。あ、あと20。あれスネークブロック。おお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 、なんだなんだなんだ、スネークブロックが。あ、ちょっと待って、それしたらあかん。こうしたいんだ。こうしなきゃいけないんだよ。こっち行く、こっち行く。あ、やった、チカや、やったー。
よし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 、中間取ったらこっちのもんや。よしよし、死んでも大丈夫だ。はぁ、死んでも大丈夫なんだ。よし、お、ワンワン。あのトゲメットワンワン飼ってんのか。ワンワン、ワンワン。おっと。あれ、ワンワンはもうおしまい？ワンワンはもうおしまいかい？いやー、なんだこりゃ。あ、ひ、ふ、あ、なんか今なんかあったな。ちょっと待って、あ、うんうん、なるほど。で、パウで、おりゃー。あれ？あ、で、こっちか。なるほど。赤に赤だから、ちょっとね、どうなってんだかわかんなかった。うぎ。おー、ネット戦艦。おー。でも、あれだね。この戦艦、まだ、風とかそういうのじゃない、あの、風でさ、吹っ飛ばされるとかそういうのじゃないから、まだいいね。マリオ3のさ、ほんと速い戦艦あったよね。あれ苦手でしたわ。おし、クリアだー。お、めっちゃお花が。いやー、やっと終わりやした。戦艦ステージ。メットがいっぱいほんとあった。優しさを添えてってあるけど、わからない。メット優しかったのかな。いや、でもあの、ブラックパックンのあのね、やつ、どうやってやるか、ちょっと疑問に思ってたけど、ああやってやるんだって知ると、スッキリしますね。よし、じゃあ、最後のボス城やっていきましょう。夜明けの弾幕戦、飛行戦？弾幕飛行戦。またシューティング？おお、また、恐縮ですか。あ、むむむむむ。ってことはマリオ3の戦艦。マリオ3。でも戦艦って言ってもあれか。ちょっと邪魔ですね。ごめんなさい。すんごい私がね、操作が不十分で死にました。これだっけ？よし。あ、こいつ、なんてこと。これあれかな？下通った方がいいのかな？わー、こう、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、あ、下になんかいた。あ、クリボーか。わー、なんだこのクリボー。浮いてるぞ。マジか。あんなのもいるんかい。あんなのもいるの。あ、ちょっとそれはあかん。難しい。さすがにね。はじはじだとね、焦っちゃうわ。とりあえずあのブラックパックンは、下から通った方が良さそうだ。で、飛行して、おっ。あ、なんてこと。よし、また、キノコ取ったぞ。おーやっこいしょ。分裂した。分裂したんだけど、危ない。雲。あー。難しいですね。頑張れ、私。おいしょ。おいしょ。あ、そうだ。こいつの存在すっごく忘れてた。とりあえず、ここで、ここ取って。ほい。よし、あー！とりあえず。で、狼がいるから。狼
神、お神またここでぶつかっちゃったな。なんせ、お神がいるからな。うわぁ、いやぁ、お神、お神、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、尻尾もあるよ。あ、いや、いや、なんか、やっと進んだ。あ、なんだくってて、感じが。と、とりあえず、あ、熱い、めっちゃ熱い。やばい。あ、あの土管に入るのか、あの土管に入るんですか。よし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 。あ、あ、え、あー、ボスか。いよいよボスですか。おー、ちょっと待って、くかー。ウェンディ、ウェン、ウェンディ。What? What? え、あ、これ耐久神か。マジか。耐久か。頑張るぞ。よし。とりあえず、上の、こいつの輪っかと、これ、あの、ボム編が、道を作ってくれるまで、私はここで我慢しなきゃいけないんだな。よし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 。わーい。あ、よいしょ。頑張れ、頑張れ。マリオ頑張るんじゃ、マリオ頑張るんじゃ。私頑張れ。マリオも私も頑張れ。ぬー。あ、なんか輪っかが変な方向向向き出したと。あ、わーわー、今は。あ、待って、待って、待って。あ、あともうちょっとの、あともうちょっとでもなんでもない。あれ、結構地道な作業だな。難しいぞ。これどうしよう。真ん中で待ってた方がいいのかな、最初は。なんか途中でさ、輪っかが変な動きするよね。なんででしょう。よし、これ。よし、よし、よし、よし。お、こんな、こんな感じだ。よし、よし、よし、よし。で、途中でなんか輪っかが変な方向行くから、それもよく見て、あー、どうしよう。むずい。とりあえず、なんとかして持ちこたえねばならんな。おい。やおひー、やおひー、やおひー、やおぴって聞こえる。よし、頑張れ。マリオ頑張れよ。マリオ頑張れ。マリオ、マリオ、マリオ、マリオ。あー、しまった。食らってしまった。いやー。あ、しまった。それはあかん。上と下、ちょっと同じタイミングだと、いくら私でも無理だぞ。そういうタイミングもあるんだな。ちょっと気をつけねば。うん。頑張れ、私。よいしょ。頑張れ、まだ平気だ。まだ平気だな。まだ平気だ。よし。よし。あ、これは平気だな。よし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 。今度のタイミングなかなかいいな。頑張れ頑張れ。あ、ちょっとこれあかんぞ。なんか、ウェンディの動きが怪しい。やだ。そういうのやめて。あ、ちょっとちょっと。むずい。耐久心が。この、この耐、なんていうかね。耐久は、めっちゃ、精神的に削られるとも言うか。それよか、疲れてくるぞ。頑張れ、ボム兵、早くしてくれ。よし。
やだー、もうウェンディの動きが。あ、え、ふ、あ、ちょっとこの動き嫌い。わあ、わあ、あ、そっか、私が変な方向に向かしたからだ。頑張れ、頑張れ、よし、いけたぞ。おお、ちょっと下はまだ動いてるんだ。ああ、やったー、これでクリアしたことになるの？本当だよね。お、クリアだー、よかったー。いやー、無事にクリアしました、ワールド6。いやー、ちょっと難しかった。耐えるというね。で、うまくウェンディのあの輪っかもね、ほんと、変な動きとかするから。あー、おー、いよいよ、最後ですね、これで。あ、なんか、毒キノコみたいなのがいますね。あ、しかもまた戦艦あるんだ。おー。よし、じゃあ、次回は、ワールド7からのスタートとなります。エジコさんの、チャンネル先は、概要欄の方に、書いておきますので、ぜひ、エジコさんのことちょっと気になり始めましたら、チャンネル先遊びに行ってみてください。あとは、最近、エンディングムービーをね、作ったんですけれども、音楽は、ダブルキャストのね、セーブ&ロード画面で流れる音楽なんですけど、それをね、私の知り合いに、お願いして、アレンジしてもらいました。オルゴール風なんですけどね。ちょっと、画像に使ってるのが、私の飼っている、よくみん、私配信中に、メリーメリーメリーって言ってるんですけど、その子が、エンディング画面に流れる、猫になります。ノルウェージャンフォレストキャットというね、猫種なんですけれども。はい、ということで、本日の実況は、これで終わりにしたいと思います。もし、このチャンネルがね、面白かったのであれば、高評価と、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、終わりにします。皆さん、ご視聴してくださってありがとうございました。それでは、バイバーイ。